2009年8月、UEFA ヨーロッパリーグ2009から10、敵地 SK ラピードウィーン戦前にアストンビラの、同僚たちと整列するグザンブラッドリー・エドウィン。ブラッド・グザンは、アメリカ合衆国入りの一種、エバーグリーンパーク出身のサッカー選手。メジャーリーグサッカー、アトランタ・ユナイテッド FC 所属。元アメリカ代表。ポジションはゴールキーパー。 アメリカ入りの一周、エバーグリーンパークに生まれ、ホーマーグレンで育ったグザンは、少年時代に在籍したシカゴマジック SC から2003年に卒業したプロビデンスカトリック高校まで、ゴールキーパーと並んで守備的ミッドフィルダーやセンターバックも務め、高校の上級生時代には、 フィールドプレイヤーとして、終戦主権でチームを優勝に導き、オールミッドウェストとオールステートに選出される活躍を見せた。しかし、大学レベルでプレーする能力が足りないと感じたために、サウスカロライナ大学でゴールキーパーに、本格的にゴールキーパーとして転校し、2年生の時にオールアメリカン2軍に選出された。また、 大学サッカーで活動すると同時に US セル、プレミアデベロップメントリーグのシカゴファイアーリザーブズにも所属し、レギュラーシーズン全18試合中13試合に出場。合計わずか5失点、リーグ最多の8試合完封の活躍を見せ、出場した全試合の勝利に貢献し、チームを中央地区、ハートランドディビジョン優勝にして、プレイオフ進出に貢献した。 最終的にプレイオフを勝ち抜くことはできなかったものの、リーグのベストイレブンに選出された。メジャーリーグサッカーとアメリカ合衆国サッカー連盟が共同で、若手発掘を目的とした、プロジェクト40と2005年に契約することで、大学生活から別れを告げるとともに、同年のスーパードラフトで一巡目、全体の二番目で、シーバス USA から指名されて入団。 プロ3年目の2007年シーズンには、トニー・メオラに次ぐ、リーグ歴代2位となる13試合完封を達成する、活躍等から年間最優秀 GK に選出された。アストンビラ遺跡が噂される、アルトゥール・ボルツの後釜として、2008年1月に、推定遺跡金100万ポンドで、スコットランド一部のセルティック FC からオファーを受け、その後、 セルティックの練習に参加したことで契約を締結するかと思われる中、今度は28日にスコット・カーソンの後釜として遺跡金200万ポンドでイングランド一部のアストンビラ FC からオファーが届いた。どちらのクラブと契約するか注目を集めていたが、最終的に労働許可証の申請が許可されずに破談となった。しかし、具算を諦めきれずにいた。 アストンビラ側から2008年夏の遺跡市場でオファーを受け、7月14日に遺跡金65万ポンドで合意に達した。なお、前回のオファーからの大幅な減額は、チーバス USA との契約は残り半年であり、2009年1月の遺跡市場で自由契約選手としてアストンビラへの加入が可能だったために起こったことだった。 8月1日に労働許可証が許可されて晴れて、正式に一員となった。アストンビラでは、同時期に加入した同胞のブラッドフリーデルの存在と、北京オリンピックに参加していたため、9月25日のフットボールリーグカップでのクイーンズパーク、レンジャーズ FC 戦まで公式戦初出場を待たなくてはならなかった。 欧州カップ戦初出場を飾った2008年11月6日の UEFA カップ2008から0級敵地 SK スラビアプラハ戦での無失点に抑えるパフォーマンスはマーティン・オニール監督から偉大なゴールキーパーであり彼が労働許可証を所持していてよかったと称賛されたその後2009年2月18日のビラパークでの PFC チェスカモスクワとの 1> 第1戦で先発出場をし3月22日のリバプール FC 戦でフリーデルがレッドカードをもらったことにより途中出場でリーグ初出場を飾っている2009から10シーズン前に行われたピースカップでは政治系としてアトランテ FC、FC ポルト、ユベントス FC 戦の全試合に出場特に ユベントスとの決勝戦の PK 戦で、ヴィンチェンツを役員た、アレッサンドロ・デル・ピエロ、ニコラ・レグロッターリへのシュートを防ぐ活躍を見せ、優勝に貢献した。なお、チームは唯一グループリーグのマラが CF 戦で敗北しているが、その試合に、グザンは出場していなかった。このように、シーズン前に、 出色の出来を見せていたにもかかわらず、ウィガンアスレティック FC との新シーズン開幕戦をフリーデルに譲り、昨季同様にカップ戦要因に甘んじることとなったが、2009年10月27日のスタジアム・オブ・ライトでのサンダーランド AFC とのリーグカップベスト16で、通常の時間帯で一度、p k 戦で3度ものペナルティーキックを防ぐ活躍を見せた。だが、 マンチェスターユナイテッド FC との決勝戦という重要な一戦では、オニール監督は経験豊富のフリーデルを選択したことで出場することはなかった。2011年、ハルシティ AFC での具山2010年12月31日に、同国2部のハルシティ AFC に1ヶ月の期限付き移籍をする。ハルシティでは、 アーセナル FC から期限付き移籍をしていたビト、万能音の故障もあって、政治系を務めることとなり、2011年1月1日のレスターシティ FC 戦で早速初出場を飾ると、次のポーツマス FC 戦にも出場し、バーンズリー FC 戦で移籍後初完封を達成した。加入してからすぐさまチームに順応しての活躍が、 評価され、1月25日に2月まで期限付き期間が延長され、最終的に2月28日にアストンビーラへ復帰するまでの間でリーグ戦11試合に出場した。しかし、万能ネがまたしても負傷したことで緊急融資によって3月7日にハルシティと再契約を締結し、翌8日のバーンリー FC 戦で復帰後初出場をする。 4月9日の敵地でのワトホード FC 戦が最後の試合だった。2011から12シーズンは長年のライバルであるフリーデルがトッテナムホットスパー FC へ移籍するも入れ替わりに加入したシェイギブンの存在からしばらくの間控えだったが2011年12月3日のマンチェスターユナイテッド戦でギブンが負傷したために途中出場にして プレミアリーグ二度目の出場を果たした。以後、ハムストリングを負傷した気分に代わって1ヶ月ゴールを守ることとなり、その間の試合では、敵地でのチェルシー FC 戦で競合相手に勝利を、本拠地では未勝利とチーム全体で見ると低迷したものの、グザン個人としては、FA カップのブリストルローバーズ FC 戦での PK ストップ等で、 義分の穴を埋める活躍を見せたことで、アレックス・マクリーシュ監督から、義分が元の位置に戻れる保証はないと称賛された。しかし、義分が復帰すると再び控えに落ち着いており、その状況に不満を持ったことで、マクリーシュ監督から契約延長を示唆されたものの、自身の代理人と相談の末に対談することを決意し、そして6月の契約満了に伴い放出される。 ことがクラブ側から発表されたアストンビラ対談後は、イングランドとドイツのクラブから関心を寄せられていたために交渉を開始しようとした矢先、アストンビラが、マクリーシュ監督を解雇して、ポール・ランバート監督を就任させたことで復帰を検討し始め、ランバート監督と会談した際に、重要な戦力と告げられて復帰に至る。そして、 2012年7月16日に正式に契約するとともに、ランバート新監督の下で、アメリカへのが宿メンバー25人に含まれていることが確認された。2012から13シーズンも義分の控えとしてのスタートだったが、開幕から2連敗をしたことを機に、第3節のセントジェームズパークでの入滑するユナイテッド FC 戦で再契約後発にして、 先発出場を果たすと、一度の失点こそ許しているが二度の決定機を見事に防いで同試合の最優秀選手に選出され、次のスーンジシティ AFC 戦では、初の完封勝利を達成して、自身の能力とランバート監督の判断の正しさを証明した。その一方で12月23日のチェルシー戦と26日の トッテナム戦の2試合で12失点を許したことで疑問視される場面も見られたが以前としてランバート監督からの信頼は厚くシーズン終了まで全試合に先発出場をしてポジションを守り抜いた残留争いに巻き込まれるチームの中にあって随所に攻守を披露して危機を救ったことが評価されシーズン終了後に選手とサポーターの投票による2つの 最優秀選手に選出された。また、政治系としての地位を確立したことで、背番号1を継承し、7月6日に新たに4年契約を締結した。2013年9月28日のマンチェスターシティ戦では、ゴールキックからアンドレアス・バイマンの決勝点をアシストした。ミドルズブラ2016年6月29日、ミドルズブラに移籍した。 アトランタユナイテッド2017年7月よりアトランタユナイテッド FC に移籍。2010FIFA フフワールドカップ時のアメリカ代表での具算。アメリカ代表としては2006年2月19日のグアテマラとの親善試合で初出場を飾ったが、この年は同試合に出場したのみに終わり、2006FIFA フフワールドカップのメンバーに選出されることもなかった。 ワールドカップ終了後は、主に、ティム・ハワードや、ケイシー・ケラーの控えとして2007コンカ・カーフ、ゴールドカップとコパ・アメリカ2007に参加し、前者では、出場機会が訪れなかったが、後者のコロンビア戦で、代表2試合目を飾り、敗戦こそしたものの、PK を含めいくつかの決定機を防ぎ奮闘した。 アメリカ代表史上最大差勝利試合となった2008年8月16日の 2010FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選2次予選第2戦でのバルバドス戦でワールドカップ予選初出場を飾りその後の同大会では最終予選のトリニダード・トバゴ戦とグアテマラ戦に先発出場しハワードの累積警告での出場停止によって エルサルバドル戦でもゴールを守った。FIFA コンフェデレーションズカップ2009では、エジプト戦の1試合に出場。2010FIFA ワールドカップでは、メンバー入りを果たしたが出番はなかった。以降はハワードに次ぐ2番手としての地位を確固としている。中、ハワードが、背中の怪我を療養している間に2013年3月の2014、FIFA ワールドカップ、来た。 中米カリブ海予選最終予選の DX スポーティング、グッズパークでのコスタリカ戦と、エスタディオアステカでのライバルのメキシコ戦との2試合で、先発を務め、2試合ともに無失点に抑えた。また、2008年には、北京オリンピックで、FW のブライアン・マクブライド、DF のマイケル・パーク・ハーストと共にオーバーエージ枠で、 メンバー入りをしており、グループリーグの3試合全てに出場している。ありがとうございます。